はい、では今回は 1-1 やっていきますが、その前にセレクトボタンを押しながら L、L、B、A、R と押せばミニバトルができます。風船投げについては1キャップから3キャップだったと思うので関係ないんですけど、風船割り、スイカの種当て、コイン拾い、これらでもらえ、これらで対戦で勝つともらえるスペシャルアイテムについては使わせてください、お願いしますということです。ではヤッヒー、卵を作って投げろ。卵を作ろう。 B ボタンで敵を食べた後、下ボタンで卵を割ります。 R ボタンで投げれてさらに嬉しい。卵にできない敵もいます。スペシャルフラワー、このフラワーの5枚目を取った時キャップするぞ、ゴールポイントにもなるぞと。飲み込めない敵もいます。卵を投げてみよう。 R ボタンを一度押すとカーソルが動きます。タイミングよくまたボタンを押して卵を投げよう。この投げ方なんですけど、 R ボタンを押しっぱなしで離して投げるというパターンもあります。ハテナがあれば当ててみよう。一役に立ちます。それから卵投げのキャンセルは下ボタンと B ボタンですね。下ボタンだとしゃがみます。卵にしなくても当てられるとき当てられます。プロペラ兵法は何かしら持ってきます。コイン率が高いですね。ちなみに今のプロペラ兵法は時間経過で去ってしまうタイプです。このプロペラ兵法は時間経ってもそのまま飛んでいます。このマリーノは敵ではないです。押すところが敵を引き出す。止まってしまっても端の方に乗ると少しずつ動き出すので覚えておこう。邪魔になるかもしれ、邪魔になることもあるけどうまく使うようにしよう。端に乗るというのはこんな感じで、ずっと乗り続けられますと。この卵ブロックを押すと、持てる限界の6つまで卵が出てきます。どこまで行くんだこの風船。今の風船なんですけど、今コインでしたけど、敵や爆弾を運んでることが多いです。このチューリップに敵を入れたり卵を入れたりすると、スターのお守りを8個ですね、こうやって放出した後消えていきます。一応ここ卵で取る方法もあるんですけどね、低いし。ただワンワイは持っていかないとここ届かないですね。ワンワイはがあれば届きます。ひまわりの足場ですね、葉っぱが足場になります。ちょっと先に進ませてください。どのコースにも黄色のコインの中に赤いコインを20枚隠しました。これで生産します。赤コイン取った時、一番最後の赤コインを集めた時、音がちょっと追加されます。気づきましたかね。まあ知ってる人が大半でしょうけどね。これをですね、持っていきます。押していきます。これハテナ雲が出ますと。それでですね、現在スターのお守りが23です。この時に限って、こ
この隠し宛名も3キャップです、3キャップ割れてきますと、スペシャルフラワー5枚集めると1キャップと。ここなんですけど、卵反射してるとき色変わるの気づきましたかね。あ、ここ一度に2体まで兵法出てくるんですね。これ緑の卵が通常何も出てこない卵でたくさんあるな。黄色の卵がコイン1枚出てきます。赤い卵がスターの周り2つ出てきます。ただし敵に当てて割らないとダメなんですよね。貫通だと飛んでっちゃうんで、ちゃんとまあハテナ雲に当てたりすれば大丈夫です。スターのお守りが満タンの状態だとコインが出てきます。はい、6つある時に卵にしちゃうと他の卵が吸われちゃうのでお気をつけてと。はい、ゴールとね、たまにボーナスチャレンジが当たります。はい、100点。これを全コース一発で目指します。カードめくりアイテムチャンス。カーソルを合わせてボタンを押すと出たアイテムがもらえるぞ。でも亀カードを引いてしまうと、それまで取ったアイテムはもらえなくなっちまうぞ。やめたい時はいつでも生産できるぞ。これが一番いいアイテムだと思います。はい、何ももらえませんということです。途中で生産すればもらえましたけどね。では次回はワールド 1-2 を進めていきたいと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。